ご覧いただきありがとうございます。双子ママチョコです。今回は2022年4月の家計簿をまとめたので記入していきます。まず我が家の基本情報をお伝えします。夫婦ともに30代で会社員の夫と、扶養範囲内でパートをしている私、保育園の年長クラスの双子の娘の4人家族です。約50平米 2DK の賃貸アパートで暮らしており、自家用車が必須の地方に住んでいるので、普通車と軽自動車を1台ずつ所有しています。ではまず収入から、夫給与276,994円、夫のボーナスは43,638円、私、妻のパート給与は88,566円でした。ありがたいことに、夫が勤めている会社から年度末ボーナスが支給されました。会社の業績によって変動するようです。また私の YouTube 投稿での収益は毎月必ずもらえるものではなく、当てにできないので振り込まれた口座にそのままにしています。ですのでこちらには含めていません。収入合計額は796,798円となりました。今回から家計簿をオール手書きで書いてみることにしました。というのも給料日ルーティーンでこのノートを予算分けで使っているので、同じノートにその結果となる家計簿をまとめた方が見返す時に分かりやすいかなと思ったからです。概要欄に給料やボーナスの振り分け動画のリンクを貼っているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。では支出を記入していきます。まずは固定費から、家賃 64,050円、共益費や駐車場代なども込みです。次は光熱費で、電気代9,344円、ガス代7,882円、上水道4,090円、下水道5,650円です。電気代は1月頃の暖房利用分が大きく効いています。次は通信費で9,874円、夫婦2人分の Y モバイル利用料が5,062円と、 iPhone 機種代が2台分で毎月固定の4,812円です。次は保育園代で27,990円、年長クラスの双子の給食代などで毎月15,500円と、今月は年度始めなので新しい教材代や体操服などの注文もあり少し出費となりました。次は習い事代で22,180円、双子の習い事は月8回ほどのスイミングと月3回の習字教室に通っています。次は夫の自由費73,000円です。毎月3万円の固定としていて、今月はボーナスをいただけたのでその分からは1割の43,000円をプラスしています。ただ私の過去の動画を見てくださった方は知っていると思いますが、3月に自宅に置いていたやりくり費などの5万円を夫に取られたので、73,000円から4万円を返済してもらいました。残り1万円は5月の夫の自由費から返してもらう予定です。次は掛け捨て保険代9,986円です。夫と私の医療保険と夫の収入保障保険に加入しています。ということで固定費の合計額は234,046円でした。次に積み立ての分を記入します。積み立て保険が28,360円、これは双子の娘の分の学資保険代わりとなります。積み立て NISA が32,833円、楽天証券で1年ほど前から月の上限33,333円になるように自動積み立て設定しています。一部は楽天ポイントでの支払いです。積み立て額合計は61,193円となります。次に変動費です。食費52,916円、3月からオイシックスを利用していますが、お得な割引クーポンなどが残りもうなくなってきたので来月からは必要な時だけ利用する予定です。次は外食費6,321円、 PayPay グルメを初めて利用してみました。ネット予約して初めて利用ポイントみたいなのもあって会計額から2,250円も値引きされて、すごくお得に外食することができました。どこでも使えるわけじゃないみたいですが、我が家はココスで今回利用しました。何でも挑戦してみるものだなって思いました。次は日用品で12,281円です。予算は1万円でしたが、虫除けスプレーや日焼け止めなどいろいろ買っていたら今月は予算オーバーとなってしまいました。
次はガソリン代で8744円。今月はめちゃくちゃ安く済みました。多分ほとんど出かけてないからかな。公園も近場ばっかりでしたね。それとコストコに行った時にガソリン入れてみたけど確かに安かったです。次は医療品費23227円。夫の仕事用のズボンや靴、双子の服を買いました。私のも買いたいなと思っていましたが、服屋さんに行くこともなく買わずに終わりました。次は医療費で11370円です。すべて私の利用分で、歯の詰め物が取れて歯医者に何度か通ったのと、健康診断もあり、今月はちょっと高くなってしまいましたが、子供のためにも自分の健康にも気を使って過ごしたいと思います。次は娯楽費で12041円です。ボーナスがあったので普段買えないものを買ったりしました。子供用にはクーピーの60食セットを買ったんですが、気に入ってもらえて嬉しかったです。あとは私の趣味の電子漫画もいくつか買ったので時間を見つけて読みたいと思います。次は美容費で3520円です。乳液がそろそろなくなってきたのでネットで購入しました。はい、次は交通費820円です。コストコの買い物の時に少し高速を利用しました。コストコ差額4070円。冬のボーナスの時に3万円取り置きしていましたが、オーバーしてしまったのでその分です。妹からお使いで頼まれていたものもあったのでその分は引いています。次は雑費で1170円です。 iCloud の月額代金と洗車代です。変動費の合計は134,687円となりました。そして今月はボーナス分から近々使う予定の臨時支出代を取り置きします。車の税金5万円、確か5月に請求書届くと思うのでその時に困らないようお金がある時に取っておきます。ふるさと納税5万4千円、これも近々申し込みしようと思っているので大体の金額で取っておきます。必要な月の支出から出せるといいんですが、高額なものはなかなか難しいのであらかじめ準備するようにしています。固定費、積み立て分、変動費、取り置き分までの支出の合計額は533,926円となりました。収入合計から支出合計を引いた残金は262,272円となりました。これはお給料振り分けの時に先取り貯金として4月分から2万円とボーナス分から21万円を取っておいたので差額の32,272円が残しためとなります。貯金するにはやはり先取り貯金が重要だなと感じています。ということで今回は4月の家計簿の詳細をお伝えしました。長くなってしまいましたが最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価をいただけるととても嬉しいです。ゴールデンウィーク残りも仕事家事育児一緒に頑張っていきましょう。じゃあバイバーイ。